踏まえ木として戦う運命を背負った赤田区の素晴らしいトライの子であった。四国といってな、我ら犬族の中でも最強の男たちが住み着いているところだ。四国山がよ、空がよ、舐めてかかると本当に命を落とすぞ。とにかく貝が心配だ、行こう。奴は武蔵。赤太郎、シュドラとプロタラはどうした？赤太郎、しっかりしろ。貴様、これが土佐峠のやり方か。恥を知る武蔵。敵も味方もわからぬほど貴様ら追い込まれているのか。金の野郎、一人でカッコつけやがって。どけんのこの道を開けろ。道を開けろってのがわからんのか。何者だこいつら。見せしめじゃ、くたばれこそ。帰ったら弁に伝えろ。今度はてめえの番だってな。何を寝ぼけたこと。誘われてきやがったのか。